イストリア・でオムニバス・ゴソーラムス・フェトナンクウェイ・レジバス、コート期限説とは、1555年に、スウェーデン王国のヨハンネス・マグヌスが歴史書、コート人たちと、スウェーデン王国の歴史の編纂中に創作した、スウェーデン王国の建国神話である。後に、スウェーデン王、グスタフ・アドルフが、ドイツの30年戦争に介入する動機の一つになったとも言われている。 この起源説は古代ヨーロッパにまで遡り、ゴート人やバンダル人などのゲルマン民族の大移動の時代のゲルマン人との関わりに起因し、スウェーデンのバルト海支配の正当性を持たせるものとなった。古豪ト主義、またはスウェーデン普遍主義とも言う。これはゲルマン人の部族、ゴート人たちがヨーロッパ、アジア、アフリカを支配したという神話である。とはいえ、彼らが スウェーデン王国の建国に直接関わったわけではなく、古代のスカンディナビア東部の現スウェーデン南部にゴート人の王国が存在していたとされ、スウェーデン王国建国の祖となったスウェア人たちがゴート人王国を服属させたという伝承に基づいている。その後、ゴート人たちは東ヨーロッパよび国海沿岸に進出し、ゲルマン民族の大移動の主軸となり、そのこちが スウェーデン南部とされるバンダル人も大移動に参加し、アフリカに王国を建国したとされる。そうしたスウェーヤ人、ゴート人、バンダル人の同行が伝説化され、アジア、アフリカ、ヨーロッパの支配者となったという神話が誕生したのである。この神話の起源は1434年にバーゼル公会議が開かれた際に当時のスウェーデンを兼ねていた。 カルマル連合のエリク7世の施設が、ゴート人とスカンディナビアを結びつけたことに由来する。こうした経緯から、中世以降、デンマーク及びデンマークノルウェーの国王も、ベンド人とゴート人の王の称号を1972年に廃止されるまでの間使用していた。スウェーデンでは、スフィアーズ、ゴーツ・オエンデス・コナングの称号で、1540年から、 廃止される1973年まで使用された。これを後にスウェーデンが拡大解釈したのである。なお、30年戦争ではスイスの傭兵を多く売るためにスイス人の一部を占めるドイツ系をゴート人の末裔としスウェーデン人と同一視させる政策をとったバーサーサのグスタフ・アドルフとその娘クリスティーナが前出のスベア人、ゴート人、 バンダル人の王という称号を用いたのも、この豪時伝説に由来する。スウェーデン王がこのように自称したのも、古代スベア人が現在のスウェーデン人に連なると定義したからである。そして、バーサケ及びスウェーデン貴族はその末裔とされた。さらにグスタフ・アドルフは伝説のゴートをベリクになぞらえた。なお、スウェーデン普遍主義とくくられる時、フィンランド大公を兼任し、 神聖ローマ帝国の定観も視野に入れていたと思われる。スウェーデン最初、クセンシェルナは、グスタフ・アドルフをマインズ選定校にすべく画策していた。これは、フランス最初、リシュリューによる、ルイ13世をケルン選定校にするために画策したのと同じであった。ただし、神聖ローマ皇帝クライト三部族の王位は別の理念であるとされ、主義自体は政治的理念に基づくものである。 ゴート起源説は30年戦争で頂点に達したが、その終結とともに経外がかした。クリスティーナ女王自身がこの説を否定し、キリスト教世界の共存共栄を打ち出したからである。また、1648年のベスト・ファーレン条約により、ヨーロッパのバランス・オブ・パワーが重視されたベスト・ファーレン体制の成立も起源説の体調に拍車をかけた。その後、スウェーデンは、 バルト海一帯を支配するバルト帝国の維持にその正当性を持たせたが18世紀に行われた大北方戦争の敗北によりその正当性を失った。なお、マグヌスは作中でスウェーデンの君主として8人のカールと10人のエリクを創設した。史実的にはカール9世とエリク11世より前にそうした君主は存在しないとされる。しかし、 カール9世が即位した当時は、その存在は確実視されていた。また、上記のカルマル同盟において、スウェーデン王に即位したエリク7世は、スウェーデンでは、エリク13世と呼称される。また、カールクヌートソンは、スウェーデン摂政でありながら、王の地位を得たとされ、即位当時は、カール2世、後に、豪時原説に基づき、カール8世と呼称された。この伝説は、 スウェーデンにおいては歴史的に信じられてきたが、現代においてはこの起源説は根拠のないもの、考古学的な裏付けがなされていないとして、社会文化的な研究対象に置かれてはいるが、歴史学の対象とされてはいない。バンダル人に関しては、名前の類似性から、ノルウェーのハリングダール、スウェーデンのベンデル、デンマークのベンドシッセルが彼らの故郷ではないかという説もあるが、 ゴート人やバンダル人のスカンディナビア機原説は現在では疑問視されている。なお、国王選挙により、ポーランド・リトアニア共和国の原首を務めた、ポーランドバーサケの面々も、スウェーデン国王ジギスムントが、ポーランド国王ジグムント三世として、スウェーデンを留守にしていた間にオジカールが多いを、散脱したスウェーデンバーサケとの間で、スウェーデン王位を争っていた間、スベア人、ゴート人、 バンダル人の王を名乗っていた。しかし、当時のポーランドには独自のサルマ大人起源説があり、ポーランド人の間ではサルマ大人起源説が主流であるが、またサルマ大人起源説と同時にバンダル人起源説もあり、バンダル人たちはポーランド人の主要な祖先の一つではないかという通念もあった。実際にバンダル人の一部が東ドイツや、 レグニツァやグーグフ島のシレジアに戻っていることが古文書に記録されており近年の考古学でもポーランドの地にはこの地に古くから住んでいた人々の文化であるプシェボルスク文化と中世初期に東方からやってきた人々の文化であるプラハコルチャク文化が混交しこの地独特の文化を形作っていったことがわかっているドイツからポーランドにかけてのこの地域は 2000年経った今でもドイツではバンダロルムと呼ばれている。ポーランドではバーサ王家が共和国の元首であった頃には盛んであったがバーサ敬語の王家からはこれらの国王称号はなくなっている。スウェーデン以外にゴート人の光栄を称した国にスペインがある。スペインでは西ゴート王国が栄え王国滅亡後にその残党が北部に逃れて アストリアス王国を建国しているが、そのアストリアス王国が後に、カスティーラ王国やレオン王国として発展しているからである。現代でも、スペイン国王の法廷推定相続人の称号は、アストリアス公である。歴史学者、ディートリ・ヒクラウデによれば、前述の1434年のバーゼル公会議において、スウェーデンとスペインの施設間で、どちらが定石につくかを言い争った際に、 自分たちこそが、ゴート人の真の後継者だという趣旨の主張をしたという。ただしこの称号は、現代では、あくまでも、キリスト教徒としての立場と、従属称号としてのスペイン多い継承者に、伝統的に結びついた称号を有した、規定とされており、ゴート人の末裔としての相続人規定をされている、わけではない。ありがとうございます。